その力を正しい方向に振り向けていくことによって社会的インパクトはより以上出るんではないかなというのがね。2030年までがサステナビリティとビジネスという意味ではね勝負だと思うわ。変化を知り変化に対応し。 変化をチャンスとして捉えることができ海の活用にもビジネス的にも取り組んでいければいいかなとここを持続可能的にやるということになればですねこういうネットワークの中で気づかなかった価値がですねチャレンジすることによって気づかれる知的好奇心とか皆が持つことはね日本の沈んでる状況の打破にはなりますよね皆さんこんにちはピボットの佐々木範彦です 注目のゲストをお招きして、その方の人生や事業内容、そしてこれからのビジョンをじっくり伺っていくピボットセッション。本日は、ヤシノミ洗剤や甘味料ラカントを手掛ける、サラヤ株式会社のスポンサードでお送りします。ゲストは、代表取締役社長のサラヤユ介さんです。本日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうもお願いします。はい。 なんかこれ明るいスタジオで、これ。そうですね、これ。実は、さらや。まぶしいなと。本社にあるスタジオ。でそうなんですよ。これからやっぱりコミュニケーションね、こういうスタジオを通じて、もっとできればね、いいかなと思ってます。あ、そうなんですね。あの、こちらを使いしてやっていただきます。はい。最初にですね、あの、さらやさんのですね。あの、企業として、そして、社長の自己紹介も兼ねてですね。ちょっとどういう会社か。どういう。社長かはですね。千九百五十二年。ええ、戦後、ちょっとしてですよね。はい。 えー、創業なんですが当時あの日本で石リがすごく流行ってまして、はいうん、私の父がですね、うんまあ、いろいろあって石、えー、リ対策に手を洗って、えー、消毒して、うんまあ、それをディスペンサーでやるようなことを考えて、うん、でこれをまあ発売したところ、まあ、時代のニーズに合ってましてね、うんはい、でまあそれが創業です。うんうん、でそこからずっっとその衛生関係のお仕事をやってたんですが、はい えー、1960年代にですね洗剤が石油系の分解され,な、えー、されにくい洗剤が多くてですねそこでまああの植物系で分解されやすい手肌にも優しいヤシの実洗剤って作ったんですね。これがえっと,というのでまあ環境的なこととか衛生的なことがまあ主流になって。 でさっきラカン糖のご紹介をいただいたんですけど私の父がですね糖尿病でで、まあ、当時あのケミカルっていうか化学合成されたその甘味料は嫌だと言い始めて研究にですねゼロカロリーで天然の甘味料を作れっていうことの5カメがあっていろいろ探したところあのケイあ中国のケイリ林ですけれどもラカンカという実の中にすごく甘い成分が入ってるというのが分かって。 それをあの自分のためとお客さんのためと両方作って発売したのがラカントなんですね。ですのでまあサラはまあそういう意味で言うとまあできるだけ天然素材にこだわったりとかアメリカでいうナチュラルプロダクトですね。まあこういうのにこだわっていろんなものづくりをやっておるえそういう会社でそういう意味ではなんか日本の社会世界の社会の発展とそれとまあビジネスの発展というのがまあうまく 両立してきたというかまさに今日のテーマで伺いたいんですけど社会貢献ととビジネスがちょっと両立してきたっていう感じす、ね、そうですね、まあ、そういう意味ではあ,のある部分そこへこう、はい、フォーカスが当たってまたそれにご要望があったりとかいうので、まあ、行って帰って帰って行ってみたいなところで発展してきたこともあると思うんですね。コロナの、まあ、一番あの防ぐ、まあ、ためにはですね手指消毒手をちゃんと特に玄関で消毒したりとかそれからマスクですよね。 ね、唾を飛ばさないとか。まあ、大衆のところ行ってもこうマスクしたり、病院で言うとやっぱり手袋とかですね。ガウンとか、はい、えこういうものがあるので、まあ、前から感染予防をやってましたので、まあ、こういうところもある程度供給がね。できて、うん、まあお役に立てて良かったなと思ってます。うんうんで,すね、で、さらなるビジネスとして、この衛生環境健康っていうこの3つの柱があるかと思うんですけど、うんうん、それぞれどういうことを？ まあ,あのそれぞれがねあの個別に独立してるというよりも衛生は環境と関係があるし環境衛生健康とも関係があるしみんな関係してるんですね、まあ、例えばですね最近は AMR ってあ皆さんお聞きになったことがないと思うけどもアアンンマイイクロバイアルレジスタンスタいう、ね、こういういれはですねあの今の社会あの抗生物質特にカルマペネムってや,ややこしい言葉やけど使いすぎて。 これが効かないですね。微生物がどんどん出てきてるんですね。でこれは環境由来のものも多くて、例えばその漁業とか畜産とかでブロイラーを狭い場所で作るとですね、まあ感染が多いんで抗生物質をどんどん与えるんですよ。抗生物質を与えたところその耐性菌が出てきて、これが死性に出てきて病院に来て体力の弱い年寄りとか子供に移ってくると。 いうのでこれは環境と衛生がまさにですね直結してるんで静かな感染症もこう出てるのでこういうものはやっぱりこういい環境で例えば食べ物を作っていい環境でこれを流通させるというようなことの中で例えばビジネスがどうですかとかで私どもの子会社ではですねうちは食品関係のお得意様が多いので食品生ごみをリサイクルするでそれコンポストとかが多いんですけどうちはあの 炭化をこうリサイクルして、まあ、これをこうカーボンシンクにして埋めると土の中であの二酸化炭素が保全されるので、えー、環境に貢献できるんじゃないですかというので食の,あの私どのもの食品衛生のお得意様と環境がひっついてこれをビジネスで解決しようと。うん、で最近はそれをですねさらにあのメタン発酵させて。 食品生ごみとか農業生ごみをメタンを作ってこれをこう燃やして発電したりとかえこれあのイギリスでやってる事業ですその子会社の孫会社やねそれからそのガス自体を売ってプロパンガスの代わりにメタンガスメタンガスいうのは天然ガスとよく組成が似てるのでまあこれからこういうものもですねあのコストが合えば普及するんじゃないかなと。 3つの分野でいろいろこう相乗的にね、はい、仕事ができないか今考えてやってますこの3つのワードとも、まあ、いわゆる SDGs にもすごく絡むものですけどこういう言葉が出てくる前からもう実践してたってことなんですねそうですねお、うん、うちで SDGs っていうかあのよく話題でね取り上げていただくのはボルネオ保全トラストというのをやってるんですね年にですね。 サラエさんのところの洗剤ヤシの実洗剤自然にね優しくて手肌に優しいって宣伝してで環境負荷の少ないパッケージまでねあの加えて <laughs> あ自慢してたら「あんたところあの環境に悪いんちゃいますか?」って言われて「<laughs> なんでですか?」って聞いたら <laughs> いやあんたところの洗剤のは原料パーマ油ですね <laughs> パーマ油はあのプランテーションで作ってます熱帯の,あの大規模農園がどんどんですね <laughs> あの熱帯のジャングル切り開いてプランテーションが広がっててゾウとかオランウータンがねえらい目に遭ってるんでこれあんなところのせいやろと言われていや知らなかったんですあのあのお客さんばっかり見て仕事してたんでバックヤード知らなかったんですね。うん、バックヤードというのはやっぱりサプライチェーンの源流から、まあ、今のサプライチェーンのエンドまでやっぱり全部で考えないといけないという気づきがあってうん、うん、でそれでこうヤシノミ洗剤の売り上げの1%を寄付しながら。 守る運動を始めたんですね、うん、ですので、まあ、こういうことを始めてると、えー、今2015年から SDGs が始まってるけれども「あまあサラヤさん早くからやってたんやね」って皆 <laughs> に言って頂い,いて「うん、あっそうですね」言うて、ねはい、サラヤさんは結構その大学時代にユシバークレで行ったりとか結構アメリカとかにも過ごされたり、はい、結構世界のトレンドみたいなものを意識してそういうのやってきたって、はい それとは違うんです、ね、まあ世界のトレンドっていうかやっぱりあの地球はつながってるんで日本だけでもねこれはできないので我々の心がけっていうか企業のこう理念的にはですねやっぱりグローバルな問題とこの地域の問題をどっかで接点を見つけてこれをやっぱりあのビジネスでソリューションしましょうと。とサルヤの60周年記念事業でユニセ日本ユニセフに何かいい事はありませんかって聞きに行ったら「いやいやいや。 ウガンダでは乳幼児の死亡と5歳未満の死亡その原因が下痢でウガンダ政府とユニセフは手洗い事業をやりたいというのでこれ60周年あんたとこ記念事業でやりませんかというので、まあ、とりあえず3年間のねあのこういう,こう事業締結契約をしてウガンダで100万人の手洗いというのを、まあ、3社で始めたんです。でただ2年目になって言うと ずっとこれやってて、その寄付金がまあ限界じゃないですか？で、寄付金の限界というか、やっぱり限界一部にとどまるので、もうちょっとやビジネスで、あのもうちょっとビジネスって発展すればアンリミティッドで発展していきますよね。<laughs> はい、考え方はえー、っと返上だけ。ではやっぱり拡大しない。ビジネスを持ってまあ、チャレンジも必要ですけど、拡大できますと工場を作って。 で今回のコロナでもそれがあのたった6年ですけどウガンダでは老舗になっとってですね7年かでもうちはおかげさまで、まあ、まずは選ぶんだったら皿や塩を言うてねあの湿消毒であの選んでいただいて、まあ、そういう意味では、えー、赤字も解消してビジネスとして次の段階にこう来てますとで今は砂のみっていうですねあのフード病があるんですねで砂のみのローションを今開発しておって でこれケニアで今実験第3フェーズまで来とってもうすぐあの許可がもらえると思うんだけど、うん、今度はこれそれにプラスして、えー、新しい商品がウガンダケニア発、えー、砂の実のところへ輸出できますとこれはビジネスを通じて拡大再生産できるんですねですので援助だけではなかなか難しいビジネスという手法を持って SDGs に取り組みましょうということで、まあ、これは一つの事例でなかなかまあこんな綺れ事だけではすまんねえけど。うん まあそういう意味で言うとやっぱりビジネスの力をやっぱり正しい方向に振り向けていくとことによってまあ社会的インパクトはより以上出るんではないかなというのはねこれは皆さんあの聞いてる方もビジネスやってる人も多いと思うけどやっぱり自信を持ってねそういうふうにやっていただくことがやっぱりいいんではないかなと思いますしまあサラヤも頑張っておるとウガンダではサラヤって有名なんですか一応有名でですね <laughs> 早くやったので まあ老舗になっっちゃってます、ね、もうそのグローバル展開なんですけどもう今世界25か国ぐらい、うん、それぐらいやと思うチュニジアで TICAD8 ってね開催してまして TICAD8、うん、というのは TICA、うん、というのは東京インターナショナルコンフレンスオンアフリカンデベロップメントの略で、まあ、日本政府が主催するアフリカ開発会議なんですね。でアフリカ54カ国の首脳とか責任者が集まって 日本政府と、まあ、日本が援助しながらアフリカの技術開発とか人材開発やろうかというのがチュニジアチュニジアっていうのは右がリビア左がアルジェリアと聞いたことあるようなねその隣がモロッコとか <laughs> えそういう感じの、えー、とイタリアの向かい側のところですね。うちも、まあ、あのチュニジアで2018年に あの現地の,あのスタッフの人から日本に勤めてたチュニジア人がですね社長あのえっとネロリの抽出エッセンシャルオイルやりませんかとちょっとのお金でできるんで一回やろういうことになってほじゃあやろうか言うてそれをベースにしてまあティカ a ドもあるんで工場で何やるかというとあの衛星はあのウガンダの経験でちょっと時間がかかるので。 まず食品で基礎を作りながら衛生のことをやろうということで,でやっと,こう、えっと工場が8月24日に竣工しまして何やるかというとこれを自分のところで農園も持ってやるんですけど、まあ、買って充填しますそれからエッセンシャルオイルを使ったいろんな商品を作ってチュニジアから我々のネットワークで外へ出します。 アフリカではチュニジアとエジプトと今ケニアとウガンダの4カ国でやってるんですねでエジプトは工場を作るって今作ってるんですよで本当言うと去年できてるはずもまあそういう苦労があっても一応アフリカはアフリカでまあこういう4カ国以上にもっとこうなんかビジネスをこうまずはファーストキャッシュが生まれるモデルを作ってこれをもうちょっと拡大しながらやりたいと。 ですので、す、ま、の、あ、日本の中小企業ごとにです、ね、これからやっぱり伸びる分野でもあるので、うん、確かにリスクもあるんですけれどもぜひあのアフリカにもね注目してほしいなと思ってます。うんうん 今まあまさしくビジネスの手法で SDGs を実践してるわけですけど、ビジネス自身もすごい好調なわけですよね。まあ好調かどうかいつ時刻いつ時刻落ちるか分からない時刻まあほんでも今は頑張ってます。ずっと成長はしてますよね。そうですね。その意味でこの SDGs 的なまあ先ほど綺麗事とって言葉もお使いになりましたけど、そことビジネスの両立のところっていうのは経営者としてどういうふうに意識されているか。あ多分ですね。これはあのもうちょっと視野皆さん我々もできるだけ視野をね広くしたりとかいろんな業態の人ともこう。 交流することによってやっぱりビジネスは社会とやっぱりこうつながってるということと社会がやっぱりこう持続可能じゃないというここれは、ね、ビジネスだけやってもこれがあの存続しないんですねで特にこの最近はそれがもうあの社会変化とか環境変化が急激なもんで例えば温暖化で洪水が来たらねもうどうしますかとか。 え作物が取れなくなったら急に小麦が足りなくなっていやパン屋さんもねえらい値段高くなってどうしますかとかえっとある部分つながってるところがですね結構見えるようになってきてですので温暖化とか資源の問題とかでもっと言うとあのまあ途上国日本もそういうところが出てきてるんですけどやっぱり貧富の差が激しくなってきてますよね。ですのでまあそういう意味で言うと今の体制ビジネスの体制も見直しがあるけれども。 やっぱりこう持続可能性とビジネスは。 つながってると意識をどっかで皆が持たないと、うん、ちょっと今はこう時代の転換期、えー、もうギリギリの転換期だなというね、うん、こう認識を持ってます。うんうん、そういうことですね。うん、そういった中でまあさらにの経営の体制とかマインドってところについてもお伺いしたいんですけど、うんうん、まあ同族経営でずっとされてるじゃないですか。やっぱそれがあるからこそ結構一つの哲学を貫けるみたいなところってのはあるんですか。<laughs> いやーっていうかあのステークホルダーが多いと、うん、<laughs> <ら>いろんな人がいろんなことでお前アフリカなんかやめとけとかって。<laughs> 足、ね、がこんな国なんで利益上がれへんのに出てるんやとかですね、うん、あのめちゃくちゃ言われるので、うん、あまあそれとかやっぱり新規分野もうちもねいろいろチャレンジしてるんで、うん、まあ,あの別の意味で言うと説明面倒くさいですよね。ただしあの銀行はあの、うん、ファイナナンシャルパートナートなんで、うん ある部分一種の株主的なところは、ね、ありますので、まあ、あのそういう意味では同族であるがゆえのスピード感も、ねうんえー、出てるように思います。うん そうですよねあとまあ創業者の方のまあ自然で生まれたとく、うん、熊野ですよね、うん、熊野から始まってって、うん、そう,う自然となんか相性がいいといいますかそれを大事にする自然観みたいなあるんですかね,すね、まあ、自然観っていうかやっぱりこう人間も自然もつながってるところがあってあれ先ほどのね SDGs も企業とつながってるところがあるのである部分ネットワークとか経営の中でですねやっぱりこう熊野は我々のルーツであるし。 熊野のやっぱりことは今の事業の中でもつながってるんで、まあ、これは大事にしていきたいなというんで、まあ、うちの親父もねあのそこで育って私も子供の頃そこにいたのでぜひ、まあ、それは大事にしたいなと思ってます。うん、そのという文脈でもちろんサラヤもそうですけど、うん、サラヤを筆頭に日本企業が出せる価値っていうのはどう意外とですね前までは企業がそのグリーンラベルっていうかあのラベルだけ上げて まあちょっと言い訳してるようなところがあったんですけどだんだん本気にね私になってきてるように思うんですねで多分あのそういう意味で言うと世界でも SDGs 真剣に取り組んでる日本ナンバーワンなんで,でこれを多分結果出していかないといかないので結果出すところで、まあ、どういうふうな競争があるかとかで結果の一つがやっぱりこうあの中国とかあのコストがやっぱり安い国との戦いがありますよね。 で特に1990年代日本あのバブルの後、日本企業大手も含めて調子が悪くてみんなあの技術者がもういっぱい引き抜かれて、ね、技術移転してるんですよ。で僕はあの工場見学行ったこともあるんでどこのメーカーとは言わんけど製造機械みんな日本の機械そのまま入れてたんで、まあ、製造機械であの日本のやっぱりこう,こう技術が移転して競争にさらされましたよね2000年代とか2010年代とか。 ですので、まあ、それは今はもうまだ継続しているところはあるけども、まあ、SDGs 的な考え方とかですねサステナビリティというのはまあ欧米の企業、まあ、特にあのあのヨーロッパ企業とはよく合うところがあってただヨーロッパは本音と建前があってですね、はい、建前は SDGs やってあ本音はちょっとあの障壁が高いので、はい、それを自分たちの都合のいいルール作って。はいはいはい やってていいくところがありまして、ね、うましねうですよね、うん、ですので我々はやっぱりアジアパートナーをちゃんと見つけて、まあ、こういう理論をちゃんとこう説明しながらですねやっぱりこう日本の商品とかサービスを普及させていくというねこれは努力がいるけど多分今転換期になってるので転換期でついていける企業は。 多分ね、もう一回あのうカンバックジャパンで乗<ー>、えー、していけるような気がします。<ー>これからが勝負ね、万博とか、うん、2030年までが。 サステナビリティとビジネスという意味ではね、勝負やと思うわ。はい、うん。ステークホルダーとしては、社員の方もすごく大事だと思いますけど、うん。そうですね。今全世界で何名いらっしゃるんですか?ま。三千人ぐらいおると思うんです、ね。ん <laughs> あの国内でパートの方入れて二千人ぐらいです、はいで。工場はね、やっぱり二百人とか三百人おるところもあるので。 その3,000人のまあ方々をまあ意識を統一するというか、はいうん、同じ理念について向かうというところで意識されてることとか,かこれはねなかなか難しいよね、はいいはい、言葉も違えばですね、うん、まあ日本国内だけでもね皆考え方とか、まあ、あの人生に対する考え方もねやっぱりこの頃は多様化してますので、はいはい、なかなか難しいけれども。うん でも皆がやっぱり合意できるところはね、うん、やっぱり自分たちが次の世代にちゃんとしたやっぱ地球とか環境とか生活残したいなっていうのはね、うん、あると思うので、まあ、こういうところをこう紐解いて、えー、今のただその理屈ばっかり言う人もね、まあ、社員にもおりますよ。でもおるけれどもこれをやっぱ自分の仕事の中にやっぱり自分の考えとしてどういうふうにこう理解して。 行動するかというね行動の美学っていうか行動企業人はやっぱ行動で結果出さないと自分で稼いでこないかんので、まあ、この行動が非常に大事です。うん、という意味はあるけれどもやっぱり大きな意味での方向感はね多分皆さんもご理解いただいたり、まあ、具体的なプロジェクトでいうとね先ほどのボルネオとかウガンダとか、まあ、各地各地のですねやっぱり地域との連携とかですねこういうところはあの実践の中でみんなやってくれてるように思うんですねあとイノベーションですね。 やっぱりこう新しい考え方とか新しいそのまあこれはネットワーークもイノベーションなんですねやっぱりネットワークによって新しい価値が創造されてくるとですのでまああの研究開発だけではなくてまあネットワークというとまあ例えばある企業と A という企業と B という企業がコラボすることによって新しい価値が出るとかねちょっと飲みながら <laughs> 教えてもらってあ ここんなことだったんかとこれもねイノベーションにががる可能性がありますですのででのやっぱりそういう意味ではうちもあの意外と多いようなとこあってあんまりややこしいことを言わんとですね海外行きたい人どうぞとかですねこっちでちょっとこういうとこね会議体参加したいけどどうぞとか割とみんな自由にやらしてるのでそういう意味ではあのそういうところから逆にイノベーションを会社に返してくれたらありがたいなと思ってますね。 それらの方だと海外行きたいっていくと、結構行けるんですか、すぐみんな適当に言ってますよ。<laughs> <laughs> あ、そうなんですか、ね。僕やめろ言ったこと、えー、多分一回もないと思うね。はあ。した世界でチャレンジするには、いい舞台ですね。そうですね。ただなかなかやっぱりね、うん、あの結果出すまでには、なかなかやっぱりね。うん、やっぱり時間と経験がいるね。うん。うん 国内の中で sdgs という文脈でなんか力を入れているプロジェクトとか国内ね。これから万博がありますので、うんはい、これは皿山ワンノブゼムですが、私が理事長をしているですね。うんはい、ゼリージャパンという団体があるんですね。これは npo です。うん、この何やってるかというと、あの自然をまず見えましょう。自然にはね。あの廃棄物とかゴミはないですよね。誰かの廃棄物はどっかの？また生物とかにすぐ利用されて。うん 全体で見ると廃棄物ゼロ社会が実現してますところが人間が入ってくるとプラスチックとかコンクリートとかいろんなこう自然で今まで分解されないものをたくさん作るので PCB とかですね、はい、ゼリーはですね企業連関とか自然に習いながらあのいろんなもの作りとか消費用活動をやりましょういうのがゼリージャパンの理念でまあその細々とですけどまあこういう理念をいろんな活動してたんですが。 万博にです、ね、ゼリージャパンが申し込んで、えー、ブルーオーシャンパビリオン、うん、あ海のパビリオンをですね作る申し込みましてあの展示の採択されたんですよ<ー>ですのでブルーオーシャンパビリオンは、えっと、一つは海のプラスチック海洋戦の防止のために、うん、これは陸上でもねいっぱいできることありますよね今日もお昼ちょっと、ね、食べたらもうプラスチックスプーンが木のスプーンに変わってたりとかレジ袋削減したりとか。うん えまあいろんなパッケージをねあの白肉化したりとかいろんなことがありますこれは陸上の問題でもある、うん、で海にもゴミを出さないゴミのの回収の問題でもあるただ海はですね今世界中で850万トンぐらいのプラスチックが海に流れてるとねこれはあの学術的にこうそういう発表があってでただえ350万トンが中国、うん、<laughs> 120万トンがインドネシア60万トンがフィリピン60万トンがベトナム 日本は5万トンぐらいで、まあ、それでも5万トン日本からも海に流うね海がやっぱ毎年850万トンで汚れてるとでこれが分解していってマイクロプラスチックまでは紫外線とかですね物理的な波で打ち寄せられたりして分解するんだけどマイクロ以上は分解しないんでこれプランクトンが食べたりとか小魚が食べたりとか。 していることでもまあフードチェーンで悪い影響があるに違うかとかまあ海が汚れてるのは事実なんで,でこういうものをこう削減するプラスチック海洋プラスチック汚染でもそれだけではやっぱりこう足りへんので海の,あの持続的的産業的活用ですよねまあ例えばまあ身近なのは魚取りすぎないけど養殖も含めて皆の食卓にちゃんと魚が上がるように。 あの持続可能に海を使いましょう。ネットもですね海の中で放置せずにちゃんとやっぱりこうあのリサイクルしましょう。各社とも2050年にはですねリニューアブルな例えば水素とかアンモニアとかで船を発射しましょうというプロジェクトを持ってます。こういうものはやっぱり一般の方にこう、えー、見ていただいて知っていただくいうことは大事ですよね。観光もそうですし海の活用これからますます広がるので。 このブルーオーシャンパビリオンでは、海洋汚と海の持続的活用みたいなものを議論して。さらやもワンノブゼムですけど、いろんな企業にですね、うん、在阪の企業にも声かけたり、関東の企業にも声かけて。まあ、だいたいおおむね二十社ぐらいに入っていただいて。ブルーオーシャンパビリオンをやります。ただ、それだけでたまらずに、ブルーオーシャンイニシアチブというグループを作って。二千三十年までは、パビリオン。 オーシャンそれから日経新聞もこれにすごく賛同していただいてブローシャンフォーラムを作ってみんなで盛り上げましょうかというのでブローシャンパビリオンブローシャンイニシアチブブローシャンフォーラムとこの3つをこれからねあのやろうつもりしてます。ですので、まあ、サラエアもそのワン・ノブ・ゼムではあのこういう,こう、えっと、海の活用にももうちょっとこうビジネス的にも取り組んでいければいいかなと。 ここを持続可能的にやるというこことになればですねこういうのはイノベーションでやっぱり今までこう,こういうネットワークの中で気づかなかった価値がですね何かチャレンジすることによって気づかれるこういうチャンスはまあ特にあの途上国においては日本の経験があのまだ未経験の人に教えたりビジネス化しやすいところがあるのでね是非そういうふうにこの間も TICAD でも話こういう話があったんですけど。 まあ可能性があるかなと思ってますあなんかお話を伺ってと思ったのは SDGs ってなんかあるんですね長期的な視点で何かをすることで、うんうん、いずれそれがビジネスになっていくというか。例えば素材開発とか、うん、え素材もですね、まあ、あ,のああいうケミカル合成の開発もあれば、うん、天然素材の抽出をどのようにね、うん、あの使うかとか、まあ、今はやっぱり合成物が多いので、うん、まあこれをもうちょっと引き戻して。 大きく言うとやっぱりね資本主義の見直しみたいなね議論がありますよね。ですのであの資本主義突き詰めていくとまあ我々も反省あるんですよ。結局合理化しながらコストダウンして安いものを皆さんにお届けするということはこれはこれで意味があるけれども合理化行き過ぎると人でいらんほいうことになって仕事のない人が増えてきてえでもって皆がら困るということもね肩一歩起こってるので。 ここはやっぱりバランスを取りながらやっぱりこうナチュラルさっき言ったナチュラルプロダクト手作り感のあるようなものとか自然感のあるようなものやっぱり人間の手が入るとその不愛が出てきますんでねうん、うん、こういうものはやっぱりこうあの社会的にも皆さんが慎重重要化していただくとですねお互いウィンウィンでできる。こういういココンセプトはコンセセププトトはなんで これをこうビジネスで、ね、地方でもいろいろそういうことを、ね、ナチュラルプロダクトやってる人おりますけれども、まあ、もうちょっとそこまだレベルがそれまで出てないので。うん やっぱり出るるままでもうちょっとと努力しなながらやれば、ね、可能性あるかなと思いますね、うん、先ほどの同族経営の理由としてやはりステークホルダーあんまり増やさないとかありましたけどそこで上場するかどうかにも絡むところだと思うんですけど、うんね、やっぱりまだ今の時代だと上場してしまうといろいろ言われて、うん、ESG 投資とか言われますけど、うん、やっぱりなかなかそういう中長期的な SDGs を重視した経営ってやりにくいって。 というふううふににお感じになられてますそうですねですので、まあ、今サラヤの場合は、ね、ありがたいことにあのファイナンシャルパートナーの銀行さんが、ねうん、今は金利もあの安いので、はい、あのそちらの方がありがたいんですけど、うん、まあ私たちのグループの中であの、えっと、ミハイルズ・ブロッカーいうウクライナ日本人ですよもう、うん、ウクライナ人の外国人が40歳4 2三歳ですよう、えー、やる子でアメリカで,です、ね、サラヤ USA の今 CEO をやってますね。えー これ何やってるかというとアメリカでラカントとか低糖質食品の開発販売をですねあの6年ぐらい前から会社作ってそこの社長になってやって、まあ、結構伸びてるんですね、うん、彼は社長うちのねサライ USA を上場企業にしたいっ言うてるので、うん、まあ一部株も持っていただいてるので、うん、そういうあのあの逆に言うと従業員のイニシアチブで、うん、あの目指す場合もあります。<ー>ですのであのガチガチの,あのノン上場かということでもなくて。<laughs> うん あのこういうケースバイケースでえー特に日本の場合はなかなかねあの上場するとまあ多分あのいろいろやればできると思うんですけどフリーダムとかスピードが出ないでも海外でやりたい人がおればねあのどうぞその代わりもうちょっと売り上げ上げなあかんねとかですねこういうふうに言うてます、うんうんうん、あそういう意味で資本市場をうまく使い分けていけばいいってことですね アメリカのニューヨーク取引取引所でね金ならすんだけど私やらせてねって言ってそれるんですよ。それも一生の思い出に一回だけでからやらせてくださいそれやりたいですか？やりたいもうあの墓場入る時にそれ写真飾ってどうぞ言ってあの葬式で飾ってください今アメリカの話ありましたけどこのラカンとかアメリカですごく好調だって伺いましたけどこれなんで凄く売れてるんですか？アメリカはですね今里庭がすごくてそういう中で特徴は 羅漢カ,カはあのあの甘みの風味が非常に天然にしては非常にいいので、はい、アメリカ人もこうテイストしていただいて、えー、まあそれが支持されてると<う>され始めてるとうまあいうことですね。その流れれいずまあ日本でもね俺はもっと売れよって言うてるんですけど。あのー <laughs> うん アメリカのやっぱりトレンドが逆に変える場合もありますからね。あ,あとドル高なんで、うんうん、アメリカで儲けるのは今しかないよみたいなねところあります。<laughs> うん、それ見てそれも含めて御社いろんな事業があると思うんですけど、うん、今後の成長戦略って、まあ、5年後10年後とか考えた時に何が柱になってくるんですかまあですので環境衛星はやっぱりコアなんで、うん、まあ衛星は世界のね衛星に貢献できるように。うん で特にあのアフリカとかヨーロッパにおいても削減されたけどやっぱり現地で作ってるとそういうものが、ね、ある程度削減されたりとか流通が効くので、まあ、これはユニバーサルヘルスカバレッジであのワクチンのことを普通言うんですけど誰もがワクチンにアクセスできるこういう社会を作りましょうと。 誰もが出毒できるとか、誰もが手袋をねあのあの特にヘルスケアスタッフはパーソナルプロテクション・エクイプメントといって PP という手袋マスクガウンとかこれがないと自分の身が守れないですよね感染から。で自分の身を守って患者様をうつさないというね両方できるのでこれはできるだけそういうものが普及できるような。 ビジネスをやりたいといとうのは、まあ、これ一つのねユニバーサルヘルスカルベージビジネスとあとはあの環境とか健康に関してはですね、まあ、それぞれにあの取り組み例えばあの運動と栄養で予防しましょうとかですねそれにヘルスケアアセスメントをつけましょうとか環境でいうと先ほどのエネルギーの問題とかリサイクルの問題とか、まあ、これはあの大,きい大手も含めて皆がやってるんですけど、まあ、我々もワン・オブ・ゼムで。 こここういううういいいいととにチャレンンジジジしていきたいとかですすねこういうあのビビネスの,あのビジョンがあります、うん、社会をやっぱ変えるリーダーとはリーダーシップとはというテーマで伺っていきたいんですけども、まあ、最初にもお話があったテレビ番組の出演2004年ですかねそこがきっかけになったというお話もありましたしこういう SDGs とかはやはりすぐ利益にならないだけにかなり志というか弾力がないとできないもんだと思うんですけどそうです、ね、どういうリーダーシップリーダーが あリーダーはですね、はい、やっぱりあの本を見ればドラガーの本を見ろとかですね <laughs>、はい、い言うと皆さんやりやすいけどあの、うん、ドラガ、えっと起業家精神とイノベーション」っていうね、うん、本があります。いいますね、これはねあの一つの私の在留の名で変化を知り変化に対応し変化をチャンスとして捉えることができるとこれは一つのキーワードなんですね。うん、変化を知りというのはやっぱりいろんなネットワークとかいろんなルートでやっぱり社会変化というものが起こっているので。うん これをやっぱり自分の感性で捉えて変化を知るとか会社から言うとまあ例えばお客さんの声は CRM ですよねこういうものも変化捉えるとかまあ組織的にも大事だとだ変化に対応していうのは知っただけではですねやっぱりこう企業はうまくいかない企業はやっぱり実務なのでこれに対して対抗していくというですねこういう,こう実行力というのがいります。そういうういい実行力は変化にに対応しという言葉に現れる 最後に変化をチャンスとして捉えることができるというのは結局究極はポジティブマインドでいや,あのやっぱりあのネガティブな人変化が起こったら嫌だ言うて身を縮込めたりとか変化が起こるのでどちらかいうとちょっともう変化を見過ごして金も使わんようにしてでもまあドラッガーの言う変化をチャンスとして捉えることができるというのは。 変化はやっぱりこうポジティブに明るく前向きに捉えて、はい、チャンスやとよっしゃチャンスが来たというこういうマインドでですねやっていこうというのが、まあ、ここのこうキーワードなんですね。ですので、まあ、リーダーはやっぱりこうそういう意味ではあんまりネガティブになってはいけないし、うん、まあちょっとリーダーはやっぱり自らですねやっぱりいろんな情報を入れてそれを皆にあの協力を願って社員が実行できるようにして。 えまたそれをですね前向きにやっぱり明るくですねやっていけるようにしたらいいかなとこれはまあ一つのこう参考としてねえ皆さんにお伝えできればいいかなと思います。ああサラさんいつも明るいんですか。いやまあさちょっとね怒ることもある。<laughs> 怒ることなん。<laughs> うん、基本はポジティブってことですね。イワンポジティブティンカーですね。そうですね。その意味でも2004年の時っていうのはやっぱり大きいピボットしなきゃいけないそういった出来事だったんですけどそこって迷いなかったんですか。座標軸でしょピボット。ットそうそう,そう前回ですよ、ね。前回ですね。そこって迷いなかったんですか。うん、怖さはなかったんですか。 えっとですね、はい、まずインタビューすることについてもねちょっと社内ではねちょっとやめとった方がいいんじゃないかとか意見があったけど「まあ、大丈夫大丈夫」と言って出たのと分からなかったんであの悪いいこととやっってるというよりかからなかったんですね知っててやるのは悪いことですよね知らなくてこういう結果を生んでたのでまあそれはできるだけのことをやろうというのでまず調査員を雇って3ヶ月ぐらい調べに行ってもらったんですよ。 でまあまさにそういうことがあるのでまあそういう中でネットワークができてあすぐにあの救出活動をやりましょうということにつながったんですねですのでまあそういう意味で言うとあのまあ前向きに、えー、できたような気がするんですうんそうするとその変化こういう変化が起きて,るっているとに気づいて、うん、それをしっかりリサーチして、うん、やっぱ変わらなきゃいけないって思ったら、うん、すぐ変わるっいうことをやったんですね,です,ねですのでリスクは確かにねあるんですねあるけど。 最大のリスクは知らない顔してほっといた方が絶対リスクにね今から思うとなってましたよねうそうですよねそれが変わったことが今につながってるってい、うん、とい思いますね万博も含めてまあいろんな出来事がある中で、うん、先ほど日本企業もカムバックの時代が来るとおっしゃってましたけどそのために大事なことは先ほどおっしゃった信頼を大事にするとか、うんうん、こういった SDGs の方向性を本当に実行するとこまでやるとか他にもうまさしくこれから社会を変えるリーダーに対して カムバックのためにここうういいうとを頑張りなさいとかまあですのでまあ,あの売り上げとか利益をね企業これ大事なことですけどやっぱりそういうバリューだけではやっぱり動かないのでやっぱりそこのところのバリューをよくよくやっぱり考えて、まあ、これをまた社員の方ともねできるだけ共有したり社会とも共有できるようになると、まあ、多分あの歯車が前向きにね動き出すように思いますね。 やっぱりそこをしっかり踏ん張って動き始めると動きき始始めめるるとと思いますね、うんうん、しかもそのバリューが日本に閉じてなくて、うん、もしく地球のいろんな人に共感されるものす、うん、マーケットはね日本はやっぱりこう高齢化社会に移っていくので、うん、俗に言うです、ねうん、食べ物も減るし、うん、あの消費も、ね、例えば服もそんなにいらないこれは事実です。うん、私高齢化社会のニーズははここはに人口が増えるんで増えますよね、うん、ですので日本もマーケットはこれからの人口ピラミッドが違うので。 アフリカは全く真逆なんでこういうところはそれをどう考えてビジネスするかということによって多分あのまた先が開けてくるけど視野がちょっとねあの限られるのよ。ですのでやっぱり逆に言うと何でも興味を持って情報を集めてやる知的好奇心とかこれ別に生涯だけじゃないんですよ。食べ物食べたい人は食べ物をもっと違うカルチャーねえー見たいもの見たい。 こういう好奇心をもっとやっぱり皆が持つことはね、うん、これは日本の。そのちょっと沈んでる状況の打破にはなりますよね。そうですよね。いやなんか日本という枠をちょっと超えてみる。ことでいろんなチャンスが出てくる。と絶対出て。今日そういう話を伺えて、はい、とても勇気と知恵をもらいましたありがとうございました。本日は、さりやさん、本日は学びにあふれる話、ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。